ポーリーヌ・ガルシア・ビアルド、ポーリーヌ・ガルシアイコール・ビアルド、または、ポーリーヌ・ビアルド、ポーリーヌ・ガルシア・ベユド、ポーリーヌ・ベユド、1821年7月18日、1910年5月18日は、19世紀フランスの声楽家、作曲家、スペイン人の著名なオペラ歌手の家庭に生まれ、若い頃は、美貌の姉、マリア・マリブランの影に隠れがちであったが、 父マヌエルデル・ポポロビセンテガルシアに可愛がられて、ピアノと声の手ほどきを受ける。父親が1832年に他界すると、母親が後を継いで音楽の指導を続けた。姉マリアが亡くなると、一流とは言えない不完全な性質と、標準以下の要望にもかかわらず、職業歌手としての活動に取りかかった。1837年に16歳で、ブルッセルで、 最初の演奏会を行い、1839年には、ロンドンで、ロッシーニの歌劇、オテロで、デズデモな役によりオペラ会デビューを果たす。結果的にこの公演は、驚異的な成功であった。欠点はあるにせよ、驚くほどの情熱が、極上の技巧と結びついていたからである。1840年に、作家で、パリイタリア劇場の監督ルイビアルドと結婚。 夫のマネジメントに支えられて音楽活動を続けることになる。二十一歳年上の相手に嫁いだものの結婚生活によって彼女にのぼせ上がった男性の影が消えることはなかった。中でもロシアの作家イワンツルゲーネフは1843年にセビリアの理髪師のロシア公演でポーリーヌビアルドの出演に接してから彼女に恋焦がれた貴族の一人であった。 1845年には彼女を追って、ロシアを去り、とうとう執事さながら、ビアルド家に上がり込み、ビアルド夫妻の四人の子供を我が子同然に、可愛がりつつ、亡くなるまでポーリーヌの崇拝者であり続けた。彼女はその見返りに、ツルゲーネフの作品を批評し、自分のコネや、シュレンテクダを用いてツルゲーネフが日の目を見ることが、できるようにした。ツルゲネフ以外のポーリーヌの崇拝者に、 ベルリオーズやグノーが知られている。恵まれた広い声域と劇的な役柄をこなせる演技力によって、マイア・ベーヤやベルリオーズ、ショパン、サン・イコール・サーンスらに霊感を与えた。マイア・ベーヤの歌劇、予言者のフィデス役は、ポーリーヌ・ビアルドのために作られている。ブラームスのアルトラプソディの世界初演で、コントラルトとして歌ったのも、彼女であった。 作曲家を辞任することはなかったが、それでも、かなりの数の作品を残しており、後に、オペラ界から引退してからは、歌劇、最後の魔法使えるデニソルシを作曲している。ポーリーヌ・ビアルドは、語学力にも恵まれ、スペイン語やイタリア語、フランス語の他に、英語やドイツ語、ロシア語も、流暢に操り、様々な言語で、声楽曲を創作した。 ショパンのマズルカを歌曲に編曲したものや、グルックのアリアをピアノ伴奏用に書き換えたものも残している。ポーリーノ・ノガルシア・ビアルドは、音楽活動を通じて、ヨーロッパ各地の演奏会場を訪れ、1843年から1846年まで、絶え間なく、ペテルブルク歌劇場に客演している。彼女の人気は、ジョルジュ・サンドをして、小説、コンスエロ、 1843年のヒロインを着想せしめたほどであった。ガルシア・ビアルドの論評として、著名なものは、イギリスのソプラノ歌手アデレード・ケンブルによって、残されている。二人は、ロンドンで、イタリアの偉大なソプラノ歌手、ジュディッタ・パスタエン会に出席したが、その声は明らかに政治を過ぎていた。その声を、ケンブルにどう思うかと尋ねられて、ポーリーヌ・ビアルドはこう答えたという。 ええ、昔の面影はないわね。でも、レオナルドの最後の晩餐だって同じよ。1863年に舞台から引退。夫ルイがナポレオン三世に反対する立場を公にしたため、ビアルド家はフランスを捨て、ドイツのバーデンイコールバーデンに亡命した。ナポレオン三世が失脚すると、フランスに戻り、ルイ・ビアルドに1883年に先立たれる。 までの間、パリ音楽院で教弁を取りつつ、サンジェルマン大通りの自宅で、音楽サロンを主催した。1910年に愛する家族に見、守られつつ、息を引き取り、モンマルトル墓地に埋葬された。パリ近郊ブージバルのビアルド邸、ビーシャ・ベイュドは、ツルゲーネフからビアルド系の1874年の贈り物であり、多くの音楽家や画家、詩人が訪れた。 2001年より、ジョルジュビゼイ協会や、文化遺産と、都市計画、パトリムワンエアーバニズムの働きかけにより、修復作業に入っている。ポルトガルのバリトン歌手ジョルジュシャミネは、しばしば、マスタークラスを、ビアルドテで主催している。ポーリーヌの人気は、芸術家や人間としての魅力で勝ち取ったものであり、見た目の美しさによるものではなかった。半分閉じたような目。 厚い下唇をした大きな口、その影で凹んだ顎といった不器量さは広く知られ、びっくりするほどきいとか、身の毛がよだつほど不細工などと言われていた。それでもなお、ボーリーヌのその他の能力が彼女のこうした短所を埋め合わせていた。聴衆が彼女の顔立ちを忘れてしまうほどの歌唱力は、評論家がビロードの上を転がる琥珀になぞえるほど、 魅力的な性質に彩られていた。服飾センスの良さや、蝶々発やの会話、そして芸術家としての力量が、その他の名だたる女性歌手たちとの差であった。ポーリーヌを描いた肖像画では、不格好な顔の造作が修正され、美人画のように描かれている。ツルゲーネフは、自ら、春の水において、金髪で灰色の瞳をした肉感的な美女として、 彼女をびっかしているが、亡くなる前に自宅に飾った彼女の写真を見ながら、なんとまか不思議な顔立ちよ、と叫んでいたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。